鬼丸テレビ。鬼丸珍道中。ちゃんとトマトもご飯のところに入ってますね。これ潰しながら炒めてんのかな。これがスープと抜群に合うようにできてますね。先週はね、まあ北本といえばということでトマトカレー、それからトマトラーメンというのもありましたが、北本はトマトだけではありません。北本には四季の恵みがあるということで、北本四季の恵み、マルシェに来ております。こちらも北本市民がこぞってやってくる場所ということでございます。トマト以外にどんな四季の恵みがあるのか行ってみましょう。さあまずは地場物産館王国屋。おお、すごいすごいすごい、栄えてますね。どうもよろしくお願いします。三遊亭鬼丸と言います。もう早速出迎えてくれました大泉さんだそうです。よろしくお願いします。あれですね、明るくて広くて、でも北本さんですごい埋まるんですね。そうですね、すごく生産者の方たくさん作ってらっしゃるので、すごくこちらにも集まりますので、お野菜たくさんね。よくこういうところでもよく見ると違う県のとかも入ってるとこ多いじゃないですか。そうです、ね、見たらもう北本さん北本さんでね。そうですね、ちょっとじゃあいろいろ見てまいりましょうか。じゃあこれトマト今冬だけど、何夏とかなるとこんな感じ。そうですね、夏になるともうすごくたくさんになるので、ただ今日ちょっと売れちゃって、数が売れちゃってるの、はい、少なくなってるんですけど、はい、大泉さんがいきなりなんか持ってますけどこれ何ですかこれはグリコが、うん、一応北本にグリコの工場がありまして、はいはい、グリコもポッキーもあのご用意ございますので。へえ、本当だ。おうおう、これグリコ商品も、はい、あ、そっか、プリッツってあれだ、グリコなんだ。俺ほんとトマトプリッツ、あの別に北本だからじゃなくてトマトプリッツ好きなんですけど、味濃くてね。味濃くて美味しいですね。実は私も、うん、北本がどうこうじゃないんですけど、うん、一番好きなのはプリッツね。あの指だけでこう酒飲めるもんね、最後の方ね、うんうん、あ、他にもいろんな名産品あるんですね北本はね。そうですね、その中でおすすめは北本、もし北本でお土産買いたいな、でもな北本でな、まあ、レトルトのトマトカレーのは前買ったからなっていう時は、あとは私は あそこにある梨組、うちのプライベート商品になるのですが、JA 埼玉の、はい、はー、本当だ、埼玉オリジナルブランドだし、はい、そら埼玉結構白岡とか、あ、そうですね、あの辺で作ってるの多いから、はい、JA 埼玉一押しの梨組、はい、なんかじゃあ特別にこちらで食べさせてもらえるということなんで、特別にこちらで食べさせていただきましょう。いただきます。もう口に入れる前から梨の香りがすごいした。本当ですか、うん、ありがとうございます。梨、へえ、二層になっていまして、中にジュレが入ってるんですよ。こちらもそこからじゅわっと梨の味がきますので、これすごい梨感が。意外とね、梨ってなんか地味な立場にあるけど、こうやってねグミになるとなんか一躍黄金の雫だもの、梨のブランドが。西玉という梨の品種から、また糖度が13度以上のものが黄金の雫という品種になりますので、選ばれし梨たちの。そうですね、美味しい、買ってこ帰り。さあということで大泉さん、はい、いろいろと教わって、すごい勉強になりました。とんでもないです、ありがとうございます。でこちらあの鬼丸テレビのステッカーでございまして、はい、もうあの大泉さんの権限で目立つところに貼ってください。はい、はい、よろしくお願いします。お預かりします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、さまざまなね北本の美味しい野菜を売っている王国屋さんの隣にありますのが、アンドグリーンカフェに来ております。どんな野菜料理なのか非常に楽しみです。行ってみましょう。あ、カレーの匂いがしてますね。ただここではカレーじゃない、はい、お野菜料理をいただけるということですね、はい、
では自己紹介をお願いいたします。はい、北本市観光協会の小松と申します。観光協会の小松さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあこちらで、はい、まあ、もうカレーの匂いしてるのは分かるんですけど、はい、カレー以外のちょっと美味しいお野菜の料理、はい、今日は何を食べさせてもらうんですか。今日は北本さんの野菜を使ったキッシュをご用意しています。ね、さっき、はい、王国屋さんで見てきたいろんな野菜、はい、今のこの冬の時期でもたくさん取れてましたけど、はいはい、それを入れたキッシュ。そうですね、王国屋さんから 直で買ってきてこちらで、はい、地産地消。そうですね、これお野菜って、はい、その時期時期でやっぱり買えてるんですか。そうですね、王国屋さん その品揃えを見て、お今週はこれにしようかなみたいな感じで。じゃあ今日はその冬野菜で作ったキッシュをいただける、はい、楽しみにしてます。はい、どうぞお楽しみにしてください。この金額でよろしいんですか。はい、じゃあハーフで。ハーフで、はい、すいません、じゃあ、はい、北本野菜のキッシュ、はい、ハーフでお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、下で注文して2階が少し広めのイートインスペースになってます。これね、あのレモンスカッシュも自家製レモンスカッシュって、他にもなんか自家製ってすごい手作りにこだわった。おーいいね、すっげーしっかりとレモンの。じゃあキッシュいきましょう。さっきね、その会長の小松さんに聞いてたんだけどね、作り方を北本市内のイタリアンのシェフに、まあ、最初はいろいろ教わって、でも現在はオリジナルレシピで作ってるということです。これいきます。うん、下サクサク、ベーコンの塩味だけじゃなくてチーズがすごいしっかり入ってるので、野菜があるから本当にこれだけで塩加減抜群に収まる。これで400円だからこれ200円でしょ。すごいお得な、お得感がある。だってこんな本格的なチーズも、なんかただのチーズじゃなくてすごい風味の強いチーズ。で今回冬はブロッコリーですけど、ブロッコリーの野菜のうまみ甘みが見事にこう包まれてて、それでいてやっぱそうブロッコリーの量多いから軽い、全然そのチーズとかパイ生地とかの重たさを感じない、これペロッといくね。ということで小松さん、はい、すごいっすよ。ありがとうございます。このキッシュでもなんかほら、トマトカレーも10年前の立ち上げの頃から参加していたって言って、はい、この北本が今栄えてるのは小松さんのおかげだと思います。そんなないですいやいや本当にね、すごい人だった。ということでこちらですね、はい、おにわらテレビ、はい、このお店、はい、何なりですね、はい、ちょっとこうステッカーありますね、貼っていただければ、はい、よろしくお願いします。はい、貼らせていただきます。ありがとうございます。待ち時間のお話もすごい楽しかったです。 ありがとうございました。さあ、アンドグリーンカフェからすぐ隣です。サンタテというお蕎麦、もう北本満喫してるね。じゃあ最後蕎麦で締めましょう。こんにちは。あ、へえ。あ、お蕎麦が北本さん蕎麦粉使用、ちゃんとマルシェの流れ組んでますよ。あとあれだ、これ北本さん野菜の天ぷらありっていうね、これアンドグリーンカフード、カフェとフードだ。じゃあこれ天ぷらそばでしょうね。冷たい方いきましょう。さあじゃあちょっと席行ってみましょうか。そっちの方、かぼちゃ、人参、大根、大根の天ぷら珍しいっすよね。そうですね。俺大盛りと悩んで普通盛りにして、普通盛りでこれだからね、大盛りにしてたらちょっと危なかったね。じゃあそばからいただきます。めちゃめちゃコシのあるタイプ、こういう系のそば大好き。コシあるな、こんなに出るんだ。北
北本の野菜のっていうんで、まあ、やっぱねちょっと天ぷらのボリュームもすごい。これで950円ですからね。うん、サクサクの春菊。こっちも行きましょう。なんだろう、人参、この揚げたてサクサクで、うん、人参の甘さよ、野菜の糖分超えてきてる感じがしますね。あ、店長、じゃあどうぞこちらへ。あ、失礼いたします。夢中になって食べておりました。どうも、はじめまして。初めまして、三立の鈴木と申します。三立の鈴木さん、はい、このそばめちゃめちゃ腰あったんですけど、ええ、店長が売ってらっしゃるんですか。そうですね。香りもやっぱりできた場所から近くで、で引いて打ってだから香りすごい良かったんですよね。で特に北本の場合はお盆明けに種をまきまして、はい、で取れるのが大体11月過ぎてからなんです、ね。ああ、ちょっと遅め。ちょうど今、はい、新そばっていうことで。そうだったんだ。年末年始あたりがちょうど新そば。そうですね。だからちょうど年越しそばの時が新そばなので。そうだ。年越しそばはじゃあ北本のそば食った方がいいんだ。そうです。へえ、じゃあ来年は必ずそうします。だから早いところだとやっぱり9月10月から。うち僕長野出身なんで、長野だとやっぱ11月上旬とか、もう早いとやっぱ10月になっちゃうんですけど。北本はそうですね。だからうまく食べればずっと新そばが、半年ぐらい食べれるっていう感じになりますね。さあでは大将ですね、こちらちょっとオニマルテレビのステッカーがございまして、はい、ぜひこの名店にこのステッカーを貼っていただければと、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。まだ続きは食べさせていただきます。 ありがとうございます。本当に美味しい。ありがとうございました。私鬼丸が本当に行きつけにしているお店を。普通うなぎって串4本打つんですけど、ここのは柔らかいから5本打たないとこう身が崩れちゃうぐらい柔らかい。